まあ、このありのままを見てもらえれば、まあ、それだけでもいいのかなと思いますね。ありがとうございます。体どうなるか分かんないから無理して入籍とかいいからねって言われたんですけども、まあね、水野ちゃんは水野ちゃんだから。まあ、ちょうど ＡＹＡ 世代、抜け目世代っていうところで何も使える制度がないと。仕事の話をしづらいよね。子供は何欲しいとか、そういう話とかもちょっと今は避けたいなと思うし。やはり支援が必要な人。もうすぐできます。どうしても私たちとやっぱ重なるのが、制度がないってところ。本当に困ってる人たちがいるんだっていうところを残してもらうっていうのは彼女の、まあ、社会貢献の一つ。落ちちゃったのが来年土に入ったまま出てくる。すごい生命力。病気なのを理由にしたくないっていうか、祈るしかないんですよね。そうだね。そう。水野さん、何がしたいって聞いて、今気球に乗りたいんですって言ったんです。最後の話とかっていうのは2人で話すってことになると、もう2人がそれを認めるってことに。すごい。ゆずなさんの誕生日見てるかな。